前々回はね、このヤクルト巨人に勝ち越して、俺たち結構いけるかもなって、思ってたんですけど、前回はね、阪神3立て食らって、カープには負け越しと。はい、いうところで、ね、ちょっと化けの皮が、剥がれてきてるかなというところがあります。まあ、化けの皮も何もね、純粋な補強はしないんだけどな。うん。純粋な戦力補強してないから、まあ、化けの皮もクソもないんだけど、うん、化けの皮が欲しいんだけどね。この02番になった大野雄大がね、歩き出すわけよ。02番大野雄大。いいね、やっぱ気合ってるわ。立ち上がりに不安があるけど、帰ってきたわ、大野雄大が。バッターは佐野。先ほどの打席、佐野巻絶好調かよ。ぐんぐんふざけんなよな。ズリーだろ、佐野と巻絶好調は。反則だろ。バランス考えろよ、バランスを。下位打線も調子いいしさ。どうなってんの普通に。外野まで持ってかれるし、ズリーよ。セカンドランナースタート。進塁打打つなよ。こっち、コーチャー券使ってんのよ。ヒーヒー言ってさ。やめてよ。ナイス。気合の大野雄大。02番いいよ。でもここでの外も怖いな。ピンチに弱いやん、しかも大野雄大。ちょっと。ナイス。冷静に。ナイスナイス。まあ、大野代はしゃあない。うん、大野代はしゃあないわ。しゃあしゃあない。ちょっとやられすぎだけどな、三振。まあ、いいコースなんだけどさ、ちょっとやられすぎかな。ちょっとやられすぎだな、イライラするな。ちょっと、あまりにもなすべなく三振してたらイライラするよ。ねえ。やることやってからにしような。変化球で空振りを取ります。スリーアウト。ダメダメ。もう無理無理。もうこの子たちじゃ勝てない。無理無理。外野と前飛ばせる強いやついねえの。なあ。引っ張った。一塁アウトで。ちょっと無理だわ。明らかに弱いわ。まあ阪神もロッテもやってきたからわかる。明らかに弱い。明らかに様子がおかしい。はい、行きました。はいはい。最高。疲れ。まあ余ってるだ、余ってるんで使おう。うん。余ってるから。ここでコーチが声をかけました。これコーチ、あ、でもコーチだけ残ってんのが。そっか。ここで声をかけました。あまりにも俺たちがチャンス作れてないから。コーチだけ残ってるやん。フォアボールだな、これ。次が5球目。あ、よく打った。ナイスナイス。あ、もうこれは切り札だからな。うん。これ喜んじゃダメよ。これに頼ってるじゃダメだよ。同点なんよな、まだ。これ逆転タイムだったらいいんだけど、同点なんよ。打たせるフォアボール、ワンチャンフォアボール。6球目は何か。フォアボール選べ。青チンが。さあ、この終盤で勝ち越しチャンス回ってきてんだろ、周平が怪我してさ。ここはバントも警戒しておきたいですね。フォアボールあるやん。フォアボール。三振を取りました。ツーアウトになっています。バッターの土田、何個三振もらえばいいの。ねえ、バッティングの調子はどうなんでしょう。はい、少し打った、抑えた。うまいね、強打。いいプレーを見せました。これでスリーアウト。さあ、フォアボールがあるやん。10回の裏、ベイスターズ、代打が告げられました。ねえよ。バッターボックスには代打の山。さあ、赤星さん。てねえって。三振です。待てねえよ。打順はトップ。アウトにはなりましたけど。いや、でもライデル。調子は悪くなさそうなんで。まあでも絶好調のうちに使いたいか。そうです。ドラゴンズ、ここでピッチャーが変わります。14登板ライデルが。ライデルもう14登板してるやん。
どんなペースなの。まあまあまあそんなもんか。でも2試合に1回ぐらい投げてない。ああ、ライデル、ああ、もう強打にやられてる、強打にやられてるやん。戦う顔してるやん。当てられたら終わり、当てられたら終わり。終了です。はい、強打にやられて終わりと。ブザマヤはオリックスバファローズさん、ありがとうございます。すいません、オリックスバファローズさん、あなたたちのおかげでちょっと変わりました。ありがとうございます、オリックスバファローズさん。少しだけですが、我々中日ドラゴンズ少しは強くなったかなと思います。まあ、強くなったというか、戦力のバランスがね、良くなったかなと思います。うん、まあ、ドラゴンズ的なことを言うとね、まあ、ドラゴンズで期待されてきたね、選手を今回放出するということで、まあね、ある意味世間を騒がせるトレードかもしれないけどね。うん、桂松葉周平これだな。うん、松葉はもともとオリックスだからオリックスに帰っていく。で、周平はね、ちょっとチーム上的にね、石川昂弥をサードで使ってるから、周平どこで使うのってなってね、セカンドでね、無理やり使ってきたんですけど、そもそもね、あの怪我しにくさ F、うん、怪我しにくさ F でセカンド守備適性 D で、この打撃能力でやっぱいつまでも使うってのはね、うん、やっぱちょっと苦しいものがある。で、松葉に関してはね、この福田周平と足立を取るために、うん、福田周平と足立を取るためのピース、うん、これです。始まります、中日ドラゴンズ、よろしくお願いします。まあ、足立さんと福田周平が加わることでね、もうね、福田周平見てもらったら分かるけど、もうセカンド もうすぐで C 乗るから、かなりいいかなと思います。これで強くなったぞ俺たちは一歩一歩強くなる。それでいいんだ、俺たちは一歩一歩強くなろう。来たね、村上、見たかったんよお前を。このペナント始める前にね、覚醒させてますから、お前に会いたかったんよ。赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。確かストレート球威 A にはなってたんだよな。全然弱かったけど、全然リアルの成績考えたらあんま強くないけど、9位 A にはなってたから、あれを信じよう違和感覚えてるやん。覚醒フルマックスしてこんなもんだったからな。ちょっとそれは不本意ではあるけど、まあ9位 A 乗ったからな、ストレート。まあまあ9大点かなと。うん、チャンスに弱いけど福田周平ならフォアボール選べる力はないか。あるんだけどな。いや、惜しい。そこいるか。6回だから勝負だとかを切ってくるタイミングなんで、もう使うしかない。うん、もう使っていくしかない。バターはインコースでいい。OK、危ない。このピンチ、空振り三振に切って取りました。ナイスです。1つアウトを取りました。で、島田は、まあでも島田もいい。あー、でもここ勝負だ、来るかもしれないって分かったのに、忘れてた。あ、忘れてた。俺が悪いです。はい、俺が悪い。はい、私が悪いです。高橋宏太は悪くない。私が悪いです。ここで声をかけ、先制できればな先発は頑張ってんのに。初球打ち、これはどうか。ツーアウトになりました。この中野、どうすればいいんだ。打率が2割を切っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。そう、引っ張った高いバウンド。もう高橋と中1ってなのに。この回タイガース3人で攻撃を終えています。どうすんのよ。クリーンナップから始まります。バッターは岡林。
打ちました。ライトに強い打球。意外と。この当たりはどうか。ナイス。意外とか。あー下手くそだ。あるよ。ナイス。打ったバッター。でかいでかい。三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。もうさん岡林とさ。岡林と石川隆に背負わせるなよ。何をしとん中堅は。背負わせるなよ。岡林と石川隆にいつも背負わせるなよ。ここでコーチがもうかわいそうやって。4球目は何で来るか。インサイド打った。あ十分十分ビシド十分。タッチはアウト。でだよ。全てがうまくいかない。アウトならんだろこんなプレーさ。叩きつけたファーストゴロ、ランナー岡林、なんで普通にアウトなの。タイガース。さあそしてバッターボックスには木下が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。なんであれで帰ってこれないんだろうな。ここで追いついておかないと厳しくなってきますね。なるほどそうですね。さあ向きの打球、ナイス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 。正面かい。残したから大丈夫。ここで下だめ。球目は何で来るか。変化球。近野が強い。レフト前抜けていく。もうコーチが言った福ちゃんよりも近野が強い。普通のチカちゃんの方が。コーチが言って能力上げた福ちゃんより普通のチカちゃんの方が強い。終わり。絶好調なのに。セカンド打順は1番に帰ります。ロッテって強かったんだ。大島今日は盗塁を2つ決めています。バットに当たりません。三振。試合終了。もう名古屋ドームのお祭りもお集まりのお客様方すみません。こんな試合で立浪監督背番号変えよう。始まんない。0番誰だ。0番があれか。あ、一番、あ、一番空いてるやん。教団背番号、教団背番号背負えばいいんじゃない。教団背番号空いてるからなんだ。呪われてるかもしれない。一番背負う。立浪監督が。これでいこう。これで未来が変わる。これでいくしかない。まあ、頑張るしかない。頑張ろう。頑張ろう、中日ドラゴンズ。中日ドラゴンズ。まあ。枠は7回投げて2失点。でも木浪のツーランで終わり。なぜなら点が取れないから終わり。ちょ小笠原くん頑張って。小笠原くんナイス。連敗しないことが大事。うん、初心に帰ろう。初心に帰ろう。うん、3試合のうち1勝できればいい。1カード1勝できればいいってことにしよう。うん。ちょ、楽になろう。はい、てなところで、まあ、今日もね、ベイスターズ男子2カードやったんですけど、負け越しと。うん。まあ、しかもね、やってて思ったんですけど、ちゃんと負けてんだよな。なんというか。まあこれに関してはね、接戦拾えなくて、あれか、最後、京田がツーベース打って、ランナー出て、サヨナラ犠牲フライか。で、負けて、まあこれは勝って、まあこれは中継ぎが打たれて負けて、これも打線が援護できなくて負けて、打線が援護できなくて負けて、最後、小笠原君頑張って、まあ勝ってだから、もう先発が頑張らないと勝てねえわ。まあただそんな中でもね、今回まあ高橋いなくなっちゃったんですけど、まあ福田周平とね、我らが足立さんが加わったんで、まあここら辺がね、ちょっといいスパイスになって、まあ戦力アップはしたかなと、純粋な戦力アップはしたかなと思うんで、ちょここら辺救ってもらうしかないな。ちょ頑張ろう。めちゃくちゃ負けないようにだけしよう。目標は3カードのうち1勝しましょう。3カードじゃないわ。1カードのうちの3試合のうち1勝しよう。もうそうじゃないとメンタル持たない。それでいこう。はい。ではここで終わります。お疲れ様でした。